ショス、赤です。今回はニュークタウン2025をやっていきたいと思います。これ嫌なんでさ、見で、る気なこさのん部屋の、のこう見とけんよ。半分ぐらいかな。僕を知ってくれてる方がね、いらっしゃって、いや、嬉しいですね。サチあんまやんないんだけどね。知ってくれてるのは嬉しい。これってどうなの？よ、あ、いたいたいた。危ない。3人になっちゃった。マジか。相手も3人。どうしよう。これはどこにいるんだろう。わあ、ナイス。どうしよフラッシュアウう。オッケー。あぶねえ。あぶねえ、あぶねえ。ナイスですね。この人やってくれたおかげで。いや、これやばい。よし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 。いや、モップ買ってなくてもあいいんでんすな。ね。ニュークタウンはね、展開が早いんですけどね、ほんと殺し合いですよね、これ。仕掛ける前に殺せっていう、そんなステージです。で、キルストミスってるっていうや、ね。今日やってよかった。そうだそうだ、キルストミス取ったな。さあ、ここに来るのかな。逆にこのコンカッション生かして僕が攻めましょうか。さあ、って上にいるそうな。いるね。あ、爆弾見つけ。ああ やべえ。あ、シュート聞こえてたのにな、これ。いやね、サーチやるときは、まあ、でもヘッドホンした方がいいんですけどね。してないんですさっきからね。前行った。意外と聞こえる。意外と聞こえる。ほんまあの、スピーカーでもね。音量上げりゃいい。そんなね、あの本気の試合でもない限り、スピーカーで十分なんですよね。皆さんもね、あの、やばいっスて。ピーカー、5.1チャンのスピーカー導入、場所があるならおすすめしますよ。ヘッドホン買うより満足度は高いかもしれないです。どっちなんだろう。でもね、値段、サラウンドヘッドホン買うより安い気がするかな、スピーカーの方が。あ、またトロフィー。オッケー、逃げろー。来た。あ、ここまで下がっちゃったけど大丈夫かな。あ、真ん中。ナイス。やべ。ナイス。おお、いいね。どうしよう、あそこ入れちゃう？あ、ベティ破壊した。ラッキー。大丈夫かな？いないかな？スモークは味方さんかな？これ、あ、来た。大丈夫、これは死なない。ああ、動いたね。お、掃除してますね。さあ、どこにいるかな？上だね、これ。オッやばい、これ、ケー。やばい、やばい、結構ストレートな感じがね、これ、出てるけど。強すぎやろ。まあ、でもね、もう具体的待って、にこれ、言え動ば画出てね、たアッもんプね、マが、ジで。まあ、でも全動画部出て中たまん古でねえ揃えてけもど、1まで揃っちゃうんですよね。マジで嫌や。本いや、当もう1にキロ足本んでな格いやん。的なね、定価が8万円ぐらいするね、高級なアンプもね、中古で値段が古かったら安く手に入るんでね、それでぜひやってもらえたらね、映画館になりますよ、部屋が。まあ、モニターはちっちゃいかもしれないけどね、それはそれはご愛嬌って感じで。あぶね。いや、こっちあんま好きじゃないんだよね。おー、ハンドガン勝負負けたー。うまいね。おー、出た。ダイヤモンドじゃん。ダイヤナイフか。ナイフこれ、ダイヤだったっけ？そこにも反映されるんだね。あ、ここで、そっか、ダイヤの武器と金のナイフとかそういうことできるんだね。初めて知ったよ。あそこの色は、ナイフはナイフなんだね。そうだそうだ。いやー、でもこれ、一人だけ1.0な行ってかなないかやっけぱ早いですね。ニュークタウンのサーチっていうのはね、やっぱ、なんだろ恥ずかしすぎるう、もう1です限りの血ですみたいな、それがラウンド続くよみたいなね、そんな感覚ですよね。まあ、なかなかね、みんながこう、でやでやでやって言ったらね、もう速攻終わるんですよ、これ。今回も早かったと思いますよ。だからもう1回ぐらいやりますか。ナイフか、ナイフの迷彩。ナイフの電迷車で彩っ食べたからな、俺。て、確か、どうだっけ？ここでほんスまタートにボ電タン車だっで食べけ？たから。ここでセレクトだっけ？あった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 。ああ、ダイヤね。どうやっいや、てまた取るんだ、抜ダけイへんヤ。のが嬉しい。めちゃめちゃ嬉しい。ダイヤってまた別？めっちゃ嬉しい。ありがたいんですよ。これどうやって取るんだろ
の取ってないんだよな。でこれ。これそれぞれってことか。これ。これだったらこれ。あ、これは色つけてるね。いやこれはやってるわけ。これあわちゃん。三本とか出るんだこれ。じゃあさ、三本とか出たね。でも SMG サーチね。SMG はなかなか使ったことがないんですよね。自信ないんで。突っ込まないといけないじゃないですか。ねえ、あの距離だったらいけたのにみたいな。そういう距離ことがあるんでね、なかなかイエメンか。ああ味方や俺。敵やねんけど。よし頑張りましょう。イエメンね、中東って感じですね。本当に。いやどうだろう。たまたま倒せたなさっき。このね。SMG でどうやったらいいんだろう。ベクターで一回うまいことやったけど、あれはさすがにな。いやこれやばい。もう一回やれ言われてもね。あーでも右だね、右だね、右か左、この海岸、海岸なのかな、海側ですね。この写真の、その写真の海側走っていきましょう。いいなー、ナイフのダイヤ。まだやっぱダイヤとか持ってない迷彩見ると羨ましいですよね、どんな迷彩でも。よし、こっち行ってみよっか。こっちじゃないの大体って。違うのかな。さあ来てない。どうしましょう。いそうなんだよな。ここでちょっと様子見しようかな。みんな戦ってるな。なんかこう戦ってるとね。うおー、嘘だろ、どこにいた。うえー、ちょうどかい。あれスタンが、スタンって何の意味があって言ってね。あれこの二人は EMP グレネード受けてる。あ、やばいやばいやばい。あ、やばいやばいやばい。ラン姉ちゃんかな。あ、いいですね。おー、いいよ。いやー。左行きますね。左じゃ行きましょうか。ちょっと、ショットガンの人にね、あそこにいられちゃうとね、僕の SMG じゃ、抜けたところで待たれるからね。太刀打ちできない。ちょっとじゃあ、方向変えてみましょうか。いやもうキルストがね、キルストにこだわりはないっていう。出せねえだろこんなの絶対。なんでこんな入れてくる。ほんとドミネミンなんだからね。ここかな。あ、嘘、ミスったわ。ここにもショットガンの人来たらどうしよう。逆だね、もうまるっきりいるね。うわー、いるなー、あそこに。でも、自分がこう、チラチラっとね、うわ、いるいる。いや、マジか、マジか、どっち追えばいいんだ、俺は。盾の人がいるんだよー。あー、ナイス。あー、素晴らしい、スナイパーさん。おー、いいね。危な。よし。解除かい？解除かい？もう一人いるね。いるね、エッフェルにいるね。教会なのかな、ここは。オッケーさ、オッケーさ。よっしゃー。よっしゃ、よっしゃ。やったね。落ちれないっていうね。いやー、危ねえ、危ねえ。めっちゃ惜しい。勇気が奈々香さんの上行ってんのやめろって、お前。危ないぞー。ここにはよくいるからね。やっぱ設置して、ここでこう解除する人を見て、みたいなね。危ない危ない。ここで味方さんやられてたら危なかったね。よしよし、左いいね。左いいけど右行こう。右行きそうだから、ちょっとどうしよう。こっちで待っててもいいんだけどな。普通にじゃあもう OK。 やったぜ。じゃあこっちから来ると思ってないかな、ね、こんにちはしちゃったよ。どうしよう。このね、あーばばば、ちょっと危ねえ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 。あっち側だよみんな。いけいけ。おー、ナイス。いいねいいね。もうあっちあっちあっち、全員あっち多分。ここ見とこうかな私は。おーしよしよしよし、いいですね。いやあかん。これまずいね。サーチはでも本当コールオブデューティーはね、あれですね、まあゲームも面白いんでね、そのためにならいくらでも設備投資っていう感じありますよね。いや僕がねスピーカーに興味持ったのもこのコールオブデューティーをね 5.1 ちゃんでねやりたいっていう、そういうところから来てるんでね、なかなかいいですよ。それを映画とかで
そういうの楽しむのに利用したりとか。いや、どうしよう。こっちか。逆にこっち側あんまやったことないんだわ。あ、やばい。わー、めっちゃ痛しい。くそしいな。この人倒せてたらだいぶよかったのに。くそー。やりますね。だからね、コールオブデューティーのためにもなるし、まあ映画見るのも楽しいしって、今ブルーレイ安いですからね。アマゾンでこの前特攻野郎 A チーム買ったんですけど、500円でしたよ。500円でブルーレイのね、あんな面白い映画が買えるってね、もう一回見ようかなって思いますよね。あんだけ面白ければね。本当に。映画はね、レンタルもいいんですけどね、いろいろね、探してみたらね、500円でブルーレイが買えちゃうこともあるんで、それでね、何回も堪能できる。そういうのもまあいい、またいいと思うんですけどね。まあ、DVD とかは、あれなんですよ。DVD とか画質がね、少しは悪いんで、さすがに今の時代 DVD で見ても面白いっていうのは、まあそういう、なんだろうな。ホームアローンとかね。うん。そういう感じのね、ジャッキーとかね。そんな感じのもう雰囲気でも面白いような映画だったらいいのかななんて思うんですけど、おいよ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 、そうだそうだ、大丈夫かなここ。スナイパーさんにかける、スナイパーさんにかける、いける、大丈夫こっち。わあ、ここにいた。いやー、ミスったな。ここにいると思わなかった。やっぱ経験がないもんですから、こういうことから地道にね学んでいくわけですよ。あ、ここにいるんだな、こっち行っちゃダメみたいなね。はあ、難しいですな。でもね、本当にアマゾンは便利ですよね。アマゾンの DVD とかブルーレイは本当に安い。なんでこんな安いんだろうって思うぐらい、ブックオフとかで見かけないですもん。そもそも500円のブルーレイって、ね、そもそも1000円以下っていうのも最近やっと出てきたようなもんなんでね。見てなかった。YouTube いいですよ、本当。迫力が僕ある映画が好きでね、どんちゃんどんちゃんするのが好きなんですよね。まあただ音楽しみたいだけなんですけどね。本当にトランスフォーマーとかもあれもどんちゃんどんちゃんして楽しいですよね。左行くかな、いや左行ってるかな、むしろ味方。うい、来てる、めっちゃ来てる、めっちゃめっちゃおる。うまっ、うせ、どうする、こう来るか、リロードしよっかな。あ、マジか、上か、きついの上は。さあ、ショートタイム、危なっ。待った、いや、ここはいかんな、多分。危ねえ、マジかよ。行っちゃったよ。やば、行けると思わなかった。ここに来ると思わなかったな。来るかなと思ったけど。完全に行ってんだけど。危ねえ危ねえ。こういうね、こういういいですね。来たところに敵が来るっていうすごいミラクル。いやー、どうだろう。キルスと繋ぐの難しそうだな。さっきのね、何が良かったかってレーダーですよ。味方さんのポッとね、いいタイミングで出してくれたあのレーダーのおかげでね、僕はね、あんだけ突進することができたんですけれども。いるんだよな、ここに。あ、マジか。いやー、これ厳しいな。一人やったけど。大丈夫かい、こっち。こっち、スナイパーさんが見てる気がしてね。おい、来た。これはやばいね。マジで。いや、ここ大丈夫だよね。これ、どれがしたいかわかんねえよ。あー、ごめん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 、だってこれ、デルスト出ると思ったんだよ。ミスった。ごめん。ごめん。しかも、あれ殺した。あー、いいね。これ、どうなるの、どうなるのこれ。SMG か。いるいるいる。今、車のとこいたよ。今、いた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 。やばいよ。やばいって、096です。ほんまに嫌や、これ。そうですね。これ、あれかも。あー、ありますね。
ボーナス止まっ、あー、爆弾の位置分かってるかな、相手。さあ、どうだ。いないんだけど、その奥が気になる。気になるが、どうだ、いるか。いないね。取れたね。あ、これ間に合うかな。んん、どうだ、これ B 設置かな。距離的に B 設置かな。左は大丈夫かな。この人、音聞いてるんじゃん、ちゃんと。お、さあ、3人称ビュー。さあ、1人称ビュー。あー、どうでしょうね、これ。これはね、どっちかといったら、あさる。お、ちょっと、待って、ピーピー言ってるよ、ピーピー。あれ？ラグない？なんでピーピー言ってたの、今。バイトない時な、俺もう暇すぎてな、YouTube とか。え、なんでピーピー言ってんの、これ。お前、Twitter の中さんが興奮したら、もう、スンって。なんでピーピー言ってんの、ちょっと。俺、5分後に見てるからな。なんでだからピーピー言ってんだ、これ。どっから一緒に見るかな。やば、怖っ。怪奇現象かい。やっぱ1枚。あっ、おぉ。あ、もう終わりか。え、なんでだからピーピー言ってんの、これ。何これ、怖いんだけど。この人ももしかして、ねえ、そわそわしてたかもしれない。なんでこんな会場音が定期的に聞こえるんだ。謎だな、このサーチも。なんだこれ。面白かったです。はい。なかなかやっぱ、サーチって面白いね。ねえ、ほんと。ていうか、この PP 何だったんだろうね。あの会場にリンクしてなかったもんね、全く。なんか、定期的に流れるバグですかね。はい、まだ抜けへん、これ。はい、というわけで、こんな感じで終わりたいと思います。それでは次回も、かかってこーい。終わらない。